家永を右に張らせといて鈴木優斗は結構ペナルティアーク近辺まで入ってきてます。クロスにした鈴木優斗がいたー！ J1 初出場初ゴール！いやーボールもギリギリでよかったけどだいぶ狙ってるという中にポジション取ってるという、まあ、それでヘディングもうまかったですよね。93分意外な鈴木の勝ち越しゴール川崎1対2逆転です。